はい、おはようございます。ニーチです。やり直し。なんでかって言うと、なんでやり直したかっていうと、あの、靴買ったんですよ、靴。買ってきたんですね。色も良かったし、これをね、せっかく買ったんだから履かないとね、意味ないんで、ちょっと紹介するの忘れてました。これね、3,990円です。安っ。ちょっとね、中敷きが不安だったんで、前に買ってた中敷きを入れて使用してますけどね、非常にふかふかして軽くてですね、歩きやすい気がします。ではちょっと山っぷの紹介の山を登ってみたいと思います。なんか船が置いてあるんですよね。近いからかな。オールに注意。これ全部オールですよね。オールだけにといて。面白くない。これはなんかヨットを模してんのかな。展望台ってとこが頂上ですね。あれか、今どこだ。そうか、はいはい、ちょっと長い方から行ってみましょうかね。お、木陰に来て涼しい。なんだ研修所みたいなとこなんで、山というかこのようにアスファルトが引いてあるんで、まあ、なんて言いますかね、歩きやすいって歩きやすいですよね。まあ私みたいな初心者とかにはちょうどいいかもしれませんね。キングコース。現在地から、水地場通ってこう行って、あの展望で帰りはこうやってアドベンチャーコースっていう方、多分あれでしょうね、あの階段とか、土の道なんでしょうね。そこ通って池というとこ通って帰っていきましょうかね。山っぷによるとだいたい距離が1キロ半ぐらいで、時間が約1時間だそうですけど、これか。いや、涼しい。木陰に入ると涼しいし、もう夏休みも終わったからね、こういうとこに人いませんよね。よいしょ。ちなみに今日今、時間11時ぐらいかななんですけど、今日の朝ごはんは近くにあった海鮮丼屋さんのビンチョウマグロ丼を食べてきました。なかなか美味しかったです。
靴いいね。ちょっと足首も守られてる感じがして。おお、階段があるよ。北半島は熊とかいないですからね。こういう山も手軽に登れるんじゃないですかね。蛇はいるかもしれませんけど、なんもないんですけど、崖から落ちようということですか。ああ、ないな。倒れちゃってますね。いや、なんかあるんですね。この展望台なのかしら。あと行ってみるか。こっちが展望台はここか。こんな森と、こっちが合衆の森で、こっちがこんな森ですね。よいしょ。何かありますよ。ここは展望台のようですね。ちょっと登ってみましょう。クモの巣すごい。今、あれですかね、12時のサイレンですかね。ふー、眺めいいっすね。すごい、いい天気に綺麗な空、美しい海、すがすがしい風。こっちも反対側が見えますね。あれはセントレアですね。セントレア空港が見えます。中部国際空港。
いやすごい綺麗綺麗。はい、休憩終わったので再開したいと思います。お、ちょこちらは氷の山に続いてんのかしら。カエルもいる。危ねえ、こわっと。で、さっきのとこ出てきたので、ちょっとあっちが気になるので、あっち行ってみましょうかね。この道は何につながってるのかな。気になるんで行ってみます。ハイキングコースなんだ。ハイキングコースだけど、すげえ。何これ、なんか棒がいるな。クモの巣がすごいよ。これでいいや。あれ落ちた、弱い。騒ぎねー。よいしょ。油漬け。ここにもすごい、すごいでっかいクモの巣が。ごめんなさいね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。いや、大したことないと思って舐めてました。結構きつい。いや、またクモの巣が。
よいしょ。よいしょ。よいしょ。到着した。誰が置いたか分かんないけど、これ湯婆婆だよね。名前がちょっと削れてますけど、老眼山って言います。 111.1 メートル。自分老眼になっちゃったんで、山っぷさんの紹介する山に老眼山っていうのがあったんで、気になって行ってみたんですよね。いやー、これ見ててよかったわ。老眼山、まあ、老眼嫌だけどねはい、老眼山に着きました。あとは好きな方に下山するだけですね。111メートルでもきっついねなんでここ老眼山って言うんだろう。あれかな、老眼の人でもはっきり海が見えるからかな。ちょっと木が生い茂ってて見えないですけどね。はい、老眼山行きました。下山します。
見れるのかな。アドベンチャーコースを来ましたね。あとはこっち行って終わりか。なんだべ、スピーカー、なんでしょうね、これ池があります。汚い池です。汚い池です。暑い暑い。おお、むすみさんが。知多半島特有の地層ですね、これ。できそうというか、液がそうになって固まった岩盤。岩盤じゃねえや、地層か。来た時よりも美しくしましょう。全体になればいいのかな。まあ、ゴミが落ちてたら拾いましょうねってことですよね。キャンプ用の薪がいっぱいストックされて、あ、木の匂いするな。最近来たやつかな。これが、これがふれあい広場。簡単に言うと、あのご飯作るところですね。みんなで。
どうもあの施設の裏側に出たみたいですね。あのこれで展望台と老眼山の山頂に来ましたので、そうですね、大体あの山っぷだと1時間ちょっとって書いてありましたけど、私大体45分ぐらいで帰ってきましたね。ただあの傾斜がきつい急なんで、結構距離の割には規模の割にはきつかったですね。ただ一般の方だったら、ね、汗をかいて気持ちのいい登山ができるかと思いますので、気になった方はねちょっと登ってもらえばなと思います。アマゾンで買った3990円の靴なんですけどね、あの私プロじゃないんで登山靴の品評するのもどうかと思いますけど、初心者が履くにはすごいいい靴かなと思いましたね。すごい柔らかいんで、肌触りが良くてですね、いいんですけど、ちょっと柔らかすぎるんで、硬いとことかね、ハードめを好む方はやっぱりちょっと不向きなのかなと思います。なんで、まあ値段もそうなんですけどね、プロというか、すごい人はもっとすごい高くて頑丈な登山靴を買うかと思いますんで、まあ私みたいな素人の方とかね、本当、その辺のちょっとした山でいいわっていう方は、まあ、お金もかかっちゃいますのでね、こういう安い靴でもう十分かと思います。まあ、色がねこれ青ですけど、あの女性用にピンクもあるらしくて、嫁に見せたらもう可愛いと言ってましたので、ね、あの女性の方にもいいかもしれませんので、気になった方はその時と画像を載っけときますので、まあ気になった方は見ていただければなと思います。まあ景色ね、天気のいい日のこの景色最高です。景色見るだけでもかなりいいですね。はい、では今日の老眼山の登山はここまででした。ご視聴ありがとうございました。最後まで見てくれる方いるのかしら。チャンネル登録よかったらお願いします。それじゃあまたの動画でお会いしましょう。バイバイ。